今日は佐藤忠良というね、彫刻家ですね。有名な彫刻家を紹介したいと思います。ちょっと資料を見せましょうかね。はい。この人なんですけどね。まあ、これだいぶ晩年になってからの顔ですけども、この人はね、宮城県生まれなんですけどね、6歳の頃に父親が亡くなって母のふるさとである北海道に行くんですね。で、ここで僕の聞いてるところで北海道大学に入ろうとしたんだけど失敗をしてね。それで22歳の時に東京芸大に入ってくると。結構だいぶ遅いんですね、出発が。はい。で、そこでは朝倉文夫なんとかいう、まあそういう有名な人にね、彫刻を学ぶわけですけども。はい。実はまあ、これ戦争に入る前ですからね。32歳の時にね、32歳の時、1944年ですけどね、戦況がだいぶ悪かったから、日本はね。はい。兵隊に捕られるんですよ、30代で。で、ソ連、負けた後ソ連にね、抑留されるんですね。はい。3年ぐらい抑留生活を送ってね、結局日本に帰ってくるのは36歳の時と。はい、いうことで、だいぶね、出遅れてるんですね、最初からね。はい。で、まあ、彫刻をやるようになるんですけども、初めてね、世の中に認められたのが40歳です。はい。で、これはここにありますけど、この武骨な顔をした人の顔がありますよ、ここにね。はい。群馬の人っていうね、群馬の人。ああ。普通はね、ちょっと綺麗な人をやったりするんですけど、はい、非常に武骨な農民の顔を彫刻したんですね。これが衝撃を与えて、入選を果たすわけなんですけども、まあ、それから少しずつ、まあ、彫刻家したら目が出てくるという感じなんですね。はい、なぜ武骨な、人を最初に、書いたんですかね、一般的ではない。大体彫刻っていうのは綺麗な肉体、はい、綺麗な女性をやりますよね。はい。ね、筋骨隆々な男とか、それから美しい女性とかを最初にしますよね。はい。はね、この群馬の人を見てわかるように、はい。むしろ汚いよね、どちらかというと。はあ。そうですよね。で、これはね、彼の特色でもあったんですけどね、汚作りって言われたらしいですよ。あ、へえ。むしろ彫刻がそういうものだけじゃなくて、日常の普通の人を描くことも大事だと。はい、で、さっきの群馬の人なんかはね、はい。見るとわかるように、非常にね、土から出てきたようなね。たくましいよね。で、これが日本の農民であると。はい。そういう像を作ったということなんじゃないでしょうか。だから、やっぱり生き生きとした女性を描いたり、ね。はい。だから生命力の強い庶民を描いたりするということに、まあ、力を注いだんじゃないだろうかなと思いますけどね。で、この人はですね、やっと芽が出るのがね、50代入ってからなんですよ。で、52歳の時に、東京造形大学の教授になるんですけどね。はい。彫刻の先生になるんですけども、まあ、このあたりから、やっと、認められたということなんで、はい、まあ、50を超えて、50代全般で初めて彫刻家として、まあみんなが認めてくれたことになったと。はい。いうことだから、当然遅咲きですよね。そうですね、遅咲きですね。ね、ところがね、まあその後ね、彼は98まで生きるんですよね。はい、ああ、長生きですね。ということは、60、70、80、90、100近いからね。はい、50年近く、それからずっと頑張ったっていうことになるんですよ。はあ。だから、50代の全般で、はい、まあ、世の中に出たと。はい。
で、普通遅いっていう、まあ、感じがしたと思うんですけど、それからね、実は50年近い人生があったと、職業人生がね、はい、まあ、そういうことなんで、はい、今回取り上げたわけなんですね。でね、あの、よくね、聞かれたらしいんですけどね、指名特有は大変だったでしょうと、はい、ね、ところがね、彫刻家になるための苦労を思えばね、何でもありませんよ、はい、あんなものと言ったということですので、まあ、あの、彫刻家になるためにも非常に苦心をしたんじゃないかなというのもありますよね。で、この人はあの、まあ、女性像なんかも得意なんですけどね、はい、木彫りでやったり石でやったりするんですけども、はい、ここはね、あの、これは帽子のシリーズの帽子をかぶった女性と少女とか、ね、はい、これはあの、あちこちで見ることが、うん、あると思うんですけど、ここでやったんですよ。はあ。で、もう一つはね、本の装丁なんかもやってるんでね、挿絵とか、はい、日本の挿絵とか、はい、まあ、やりながら本職は彫刻家でいこうということでやってるとはいうことなんですけどね。はい。で、この人の、まあ、発言なんかを追いますとね、いいこと言うんですけどね、例えばあの、はい、彫刻家の訓練とどうしたらいいかと、はい、いうことなんですけど、これはね、絶えず目と心と技術の訓練をすることが大事だと。はい、だから、いいものを見てね、心を鍛えて、はい、それ技術についてはね、デッサンというのがね、デッサンが。はい、デッサンというのは絵でも大事だと言いますよね。前にデッサン描きなさいって言われるんですけども、デッサンをやってね、目と心のね、硬くなることを防ぐ。いわば、体操みたいなもんです。言ってですね。で、これはあの、絵とか彫刻家もそうですけど、で、あの、デッサンって非常に大事にするんですね。デッサンというのは、つまり、毎日やる作業ですね。何か、ちょっと作ってみるというかね。絵描きもそうなんですよ。で、ラジオ体操みたいなもんじゃないかと思うんです。だから、毎日決まった時間に、そういう体操をして、それから本番に入ると。いうことじゃないかなと思ってですね。まあ、こういうふうに言う芸術家多いですよね。だから、いきなり本番の職本番はできないんですね。壁に鳴らしをするということじゃないかと思うんですね。それから、この人の展覧会、私何回も行ったことありますけどね。はい。発信したのはね、段取り半分って言うんですよ。何事も段取りで半分は終わっていると。はい。彫刻はそうだって言うんですけどね。仕事でもそうです。よくできる人はね、段取りがいいんですよね。ここから始めて、こういうふうに連絡して、で、こういうふうに入ってきたらこうします。大体、こう、やることの計画ができたらですよね。はい。シミュレーションがちゃんとできてる人は大体仕事ができるんですよ。はい。会社に行ってから段取りをどうしようかなと決めてるんじゃ遅いんですね。始まったから決まってると。はい、で、段取り半分、特にね、彫刻家は大事だって言うんですよ。なぜかというと、はい。描きは一人で描くでしょ、大体。はい。これ彫刻家って一人で済まないんですね。石を、その、探す、あれ持ってくる人がいたり、ね。はい。のみで打つ人もいたりしてね。何人かの共同作業らしいんですよ。ああ、そう。だから、うん。だからね、それと複雑な工程、例えば石だったら石をのみで削ったりね。その時は太いものとか細いもので削ったりしますよね。はい、だから工程が複雑で、多くの職人が必要なんだ、はい。それから長い時間かかると。はい。人間やるときでも顔の表情などどんどん変えなきゃいけないでしょ。これ、平面じゃないから、立体でしょ。ええ。だから大変なんで、これをね、彼はね、彫刻は総合芸術なんだって言ってました。絵描きが一人だけと違うと。多数の人が入り集まって長い工程で長い時間かけて作る総合芸術なんだ。まあこういう感じで言ってますよね。それからもう一つでも関心してるのはね、今年の抱負は何ですか？今年何やるんですか？って聞かれるんですね、やっぱね。はい。インタビューね。決まった答えなんです、はい。去年の継続って言うんですよ。だから、その派手なことじゃなくて、毎年、
決まったことを、去年のやってることの継続を淡々とやっていくというのが彼のね、はい、やり方で、それをまあ50年近く続けたということなんで、やっぱり相当な数の彫刻と優れた彫刻が出来上がってきたんじゃないかなと、まあ、こういうのもいいんですけどね。はい、ここまで何か質問とかいかがですか？そうですね、なんかいろいろ独創的なことを次々されるのかなと思ったんですが、淡々と毎日を作業されるというのは驚きました、うん、そういう人多いですね。普通に昨日の追加は今日だと、今日の追加は明日だということで、生まず、たゆまず続けていく人が、まあ、素晴らしい作品を残すんじゃないかなと。あらゆる分野がそうなってんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういうふうに私も思いますよね。はい。それから、あとですね、この人の記念館は、美術館結構ありましてね、出身が宮城県ですから、はい、宮城県の美術館に、佐藤忠良記念館っていうのがありましてね。はい。ここでは、日本で最多600点ぐらいの彫刻作品がでもあるんですよ。見る価値があるなと思いますけどね。あともう一つ私見たのはね、滋賀県に佐川美術館というのがあってね。はい、佐川久造というね、佐川急便か。はい。佐川急便って宅配便があるでしょ。はい。あそこはね、佐川敦清という人が作った立派な美術館がありましてね。はい。その中に、平山郁夫館とか、絵の、はい、それから佐川佐藤忠良館があるんですよ。はぁ、あ。で、まあ、これも結局、事業で成功した人はお金持ちになるから、そのお金を使って美術館を作る人が多いっていう話したことあると思うんですけどね。典型的でね、佐川急便がそれを作ってきているというとすごい見えますよね。あとは あちこちにありましてね、例えば、はい、フランシスコ・ザビエルの像を作っていると。これは大分にあるんですけどね。はい。あるいは長谷倉常長、この人は宮城から、仙台からローマに行った江戸時代の人ですけどね。で、この人の、はい、世界各地にそういう像が作られてるとか、はい、あるいは榎本舞踊、はい、新選組の時代のね、函館で、頑張った人とか、ね、結構作ってるんで、あちらこちらにこの彼の作品がいっぱいあるということなんじゃないかと思いますよね。はい、さて、それでね、はい、そういう意味では遅咲きなんだけども、長生きしたから、はい、ね、結局、はい、たくさんの作品ができたと。はい。なんだということなんですけども、はい、これの特徴はね、はい。当然、素晴らしい彫刻家で、はい、長生きしましたからね、文化功労者とか文化勲章の話があるわけですよね。はい。これ断ってんですよ。辞退して。なぜでしょうか？うん。これはね、彼はね、職人に勲章をいらないって言ったんですよ。自分は彫刻の職人であると。はい。そういう職人に勲章はいらないんだと。つまり、これ芸術家ではないと思ってた節があるんだね。ああ。だから職人として当然そういうものを作るべく作ってるだけなんだと。そういう、もう褒め言葉いらないんだということで辞退してるんですよね。いろんな分野で時々辞退すると、今大体もらえますけど、大体ね、もらうけども、辞退する人も結構出てきているということは、まあ、あんまり邪魔しないでくれと、自分やりたいことやるんだってことではないかと思うんですけどね。あとね、98歳っていうことの意味なんですけどね、彼は98歳で、アトリエのある、自分の部屋で、はい。亡くなってます。はい、だから、本望だったんじゃないかな。
ああ、そうですね。ですね。セはザンヌなんかもね、自あ。分の絵を描きながら死んだって言って、その通りだったんですけどね。だから自分の本来の天職をやりながら、すぐ倒れるということなんじゃないかなと思ってるんですけどね。はあ。あとね、画家は、だいたい長寿が多いって言うんですよね。ええ。絵を描く人はね。はい。で、これは100歳超えたらたくさんいますけどね。で、彫刻家はい。はどうなんだろうか、ええ。ということで調べたらね、はい。彫刻家もね、長寿なんですはあ。はよ。あと、隣のね、広島い。県の、はい。平串田中。はい。あの人107歳なんですね。彫刻家。ああ、はい。それから北村西望という彫刻家はがいい。ます。この人102歳。ああ、竹内す不ごい。忘101歳。はい。佐藤忠良98歳。流正幸95歳。沢田政宏93歳と、こう見るとね。長生きの人が結構多いでしょ、これ見ると。どうしてなんでしょうか。これね、もともと芸術家は絵描きも長生きなんだけど、これはやっぱ自分のやりたいものをやってますよね。で、美というものを追求してますよね。だから、非常に心が、なんていうかな、汚れてない。だから、一ついいという面と、ストレスが少ないと。もう一つね、絵描きはね、絵を描くで、こう、筆を振るうでしょ。だ結構、運動になったんですよ、これ。ああ、なるほど。ね。だから、ええ。長生きだというのは思ったんです。今回、この人を見て思ったのはね、そうだ、はい。彫刻家はね、確か長生きのはずだ。なぜかというとね、彫刻って肉体労働なんですはよ。ね。筆持ってこう描くだけじゃなくてね、見ろに削ったりするでしょ。あ。ええ。ええ。だはい。から、結構大変なんですよ、これ。はい。だから、木彫りとか石とかで、厚化物に対してね、整体しながら、こう削ったり、膨らましたなんかしながらやるでしょ。だから、はい。肉体労働なんだね。ああ。肉体労働をやる芸術家なんですよ、そうすると、体が鍛えてますから。それで長生きなんじゃないかなっていう仮説がね、今回やりながらちょっと浮かんだんですけどね。どうでしょうかね。そうですね。もう、毎日トレーニングをしているような感じでしょうね。そうなんじゃないかな。で、朝は、ラジオ体操のようなデッサンから始まるわけね。私ちょっとわかるんだけどね、私最近、朝ブログを書いてるでしょ。これもね、なんかデッサンみたいな感じなんですよ。朝やるべきことを一緒ちゃんとやってると。で、景気をつけてると。ね。そして、名言との暦を書いてる感じなんですよね。だから、何事もそうなんだけど、小説家も言ってるんですけどね、いきなり書けないと。だから、手紙を書いたり、ね、落書きしたりするうちにだんだん乗ってきて書くんだって言ってましたよね。だから、そういうものをデッサン、一つの種類なんじゃないかなと。こういうふうにちょっと。準備運動のような感じですかね。準備運動でいいんじゃないですかね。まあ、そんなようなことなんじゃないかなと思いました。で、この人はね、長生きですからね。その時にね、希望はね、死ぬまで低空飛行ができたらいいなって言ってるんですよ。で、これはね、若い時はね、高度が高いんですよね。高く飛んでるでしょ。ところが、年取ってくるとエネルギーが枯れるから、ね、だんだんこう下がってくるわけね。低空飛行なんだけどね。低空飛行でも持続するのは難しいらしいんですよ。彼らはだんだんエネルギーが枯れてくるから。だからずーっと落ちていくわけね。それを、その機首を上げて浮揚力をつけるわけね。で、これは浮揚力の蓄積がなければできるもんじゃないって言ってそういうふうに失速しますと。だから、そういう意味ではね、やっぱりそういう
デッサンをやったり、それから淡々とやったりしながらね、そしてその中に精神的にも燃えるものがなければね、はい、途中で引退になっちゃうんじゃないかなっていうことじゃないかと思うんですね。そういう意味では、遅咲きということで、50代から始めてね、はい、まあ、世に出てね、それから100近くまでずっとやってきたっていうのは立派なんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。はい、いかがでしょうか。はい、素晴らしいですね。50歳から、努力されて、コツコツと、98歳まで取り組まれて、うん、本当に素晴らしいと思います。うん、そうですね、もう熱い、その思いがあったんでしょうね。まあ、多分ね、デビュー遅かったでしょ。はい。40歳で初めて作品が認められるわけだね。そういうので、やっぱり必死で長生きしながらちゃんとやろうと思ったんじゃないかなと思うんですけどね。若い時にデビューしてないから。はい。30代はそういう戦争でしょ。ええー。帰ってきてから本当にやりたいことに一応打ち込んだわけなんで。だから、はい、彼は言ってるのは、シベリア抑留なんか大したことないと。すごい言葉ですね。言ってるでしょ。だ彫刻家になる苦労が大変だったっていうことですよね。だから、30代の後半で戻ってきてから、その50代で認められるまでには大変な苦労があったんじゃないかと思うんですね。で、その苦労が大変だったということから、やっぱり、途中で あまり早くそれをやめなきゃいかなかったんじゃないだろうかと思うんですよね。そういう意味では、100歳時代というのはこういう人生もあるんだっていうことを見せてくれた感じがしますけどね。はい。参考になります。はい。じゃあ、これで終わります。はい。ありがとうございました。